寒いっすな。お月様が綺麗です。なんかやだな、怖いな、動物。もうちょっと左行って、あら。あ、やっぱ人がいてもつかないね。つかないやろ。上のこれがあの、いや、つくだろ、どっかで。車のセンサーになってるんだけど。あれつかない、うん、俺らがこの辺りで何かしてつかない限り、前回ついたのはじゃあなんでってなるんだよね。だよな。皆さん、この間来た時は電気ついたんですけど今つきません。そう、じゃあ前回ついたのはじゃあなんでってなるんだよ。ここ大問題なんだよ。あ、ついた。あ、やっぱり鉄に反応するんだ。ああ、生身に反応しないの。知らん。そんなシステムある。うん。そしてこんな暗かったっけ。え、こんなに暗くない。あ、動画越しだとすげえ明るいんだこれ。は見て見て。え、動画越しだとすげえ明るいの。ほんとやな。すごく暗いんだけどな。どうするの今日。一回車で通ろう。ほーい。いや、あのね、正直ね、うん、今言ったその要は俺らがなんていうの、この下を通ったに関わらずこいつが反応しないんであれば、前回ここについたのはなんでっていう、そのそれが一番の検証目的だったから。あ、要は鉄に反応するってやつだわ。車で通ったらちゃんと反応するんですかね。知らん。反応するんじゃね。暗くなるまで一回待ってみます。いやー、よかったよかった、謎が解明された。よっこいしょ。あのちょうど影のあたりですな、に暗くなったら移動してもらって、一回止まらなあかんのかってことは、このトンネルどの道だって、この間だってでも下通ったんだな。暗くなった。でもね、なんていうか、このセンサーの下で派手に動いてた覚えはないから、確かに。あ、つくね。前回帰りつかなかったのは、じゃあなんでって話になるんだよ。そうなるんだよな。なんていうか、一回止まること前提なんだね、ここのセンサーじゃ。え、ここどうするの？撮影するの？え、特に興味なし。別に興味がないとかそういう問題じゃないけど、こっちの声の正体も気になるんだけどね。違って、本当に声を聞いそっち開けてみりゃ分からへん。湖だ。人が喋れるようなとこねえぞ。で帰る気満々だけども。違う、Uターンできんやろ。ああ。バカか。俺のせいで言うてよ。え、嘘、もう帰んのって本気で思ったもん、今。Uターンできんから、もうここ、こっちまで来て Uターンするしかねえな。ていうことは、こっちの声は、じゃあ、何？俺、こっちに残って、あなた車で向こう行ってもらって、うん、なんていうの、LINE かなんかで、なんていうの、ついたよってこと確認してくれたら喋ったりするけど、電波ねえやん。ねえな、くそ、失礼こと言っとるな、さっきから。暗くなるまで待ってから、あれか、俺が喋ればいい。あれ、電気つかねえ、こっちセンサーまだあっち。そう、あれ、通り過ぎた、センサー通り過ぎたぞ。やっぱ止まらなダメなんだな。よし、はい、では今からちょっと、この前来た時、こっちから声が聞こえたことを、ちょっと今、どういうふうに本当に声が聞こえるか検証してみます。また迎えに来るわ、忘れてなかったら。あの、連絡手段取れないから忘れられたらマジで俺が困るからね。じゃあ、むい君、降りて、
あのカメラを持ってってください。一回そ向こうでライトつけられて、うん、つけてもらって、うん、で消えたら俺が喋ることにします。そんぐらい。あれで電気つけ、あ、これで消えたらいい、これで消えたらいい、うん、了解。じゃあこれでつけてあなたに向こうを通ってもらって、うん、俺向こうで声出しちゃいんやな。 あなたが喋った。すげえな、心霊スポットに置き去りとかようやるわ。心霊スポットなのここ。心霊スポットでしょう。じゃあ一回やってみます。はい、お願いします。電気つけといていいよ。消えたら電気が消えたら声出すでな。うん、それ合図で。了解。はい、よかったよかった。音は響くよね、音は。トンネルの鳥もどこかに書いてないかな、書いてねえな。だから別に声自体は別に喋ったら聞こえると思うのよね。特に向こうに例えばね、YouTube 同じようにやってる人がいたとして、なんていうの、喋ってたりしたら大丈夫だとは思うんだけど、大丈夫とか聞こえ、なんていうの、向こうにも声は聞こえると思うんだけど、っていうか向こうのエンジン音まで聞こえるんだな。あ、エンジンが止まった。北割りぼっち。逆に俺を映しといた方がいいのかな。だいぶ距離あるから、だいぶ距離あるけど、あれ聞こえると思うな、これ。ライトが消えない。しまったな、停電用とか三脚も一緒に持っていくからよかったな。このカメラ持つのしんどい。さて、今降りたな、車を。暗くなってから降りてるな。あ、でも普通、あれ、エンジン音がついた。なぜ喋ったの聞こえてないぞ。え、はい、どうも、かっちゃんです。何喋った。検証終わりました。よく聞こえます、あなたの独り言が。はい、どっかにマイクがあるんかなっていうぐらい。ああ、やっぱり距離的に聞こえますか。聞こえました。なんていうか、場持ちのためにわざわざ喋んなきゃいけないなって思ったけど、この前聞いた、うん、響いてない。今日は響いてるのよ。エコがかかってんのよ。まあトンネルの中を通った声だからね。そう、うん、だけどこの前みたいにあの声じゃないっていうのが分かった。もう、あ、喋らなくても分かったと思ったもん、俺。俺の声バカバカ聞こえてるから。うん、嘘やと思うやろ。大丈夫、だってドア閉めるバンとか言う音もこっち聞こえてんだもん。でしょう。うん、それが響いとったやん。うん、この前のは響いてないんやって。そうね、ストレートに入ってきたんで、言葉が。なんか向こうで喋ってるなって言うけど、でもこ、だけどいなかったやん、誰も。なんていうかさ、そのあなたは俺の独り言、これ喋ってるの聞こえたって言うけど、そうそうそう、これぐらいのトーンなのよ。そう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 、これでその要は聞こえるぐらいだから、うん、もっとこっちから喋ってるか、うん、どっちかなんかな。もっと遠くから喋らんと、あれぐらい、なんていうの、聞こえづらい声にはならんっすよね。ならん。バッチリ聞こえた。
バッチリ聞こえた。恥ずかしい。もうすっげえ聞こえた。どっかにマイクあるんかなって探したもん。そう、俺はあれだよ、あの、あなたが 何も喋らずに帰ってきたから、あれ、うん、あ、声聞こえねえかなって今すげえ不思議に思ったよ。全然。もう俺こうやって見渡したもん、マイクあるんかなって。なんで向こうで一言ぐらい喋ってきてくんないのさ。そんなに喋ってほしかった。ちょっと待ってて、み、うん、いいぞ。嘘でしょ、車乗っていきなよ。いや、置いてくわ。絶対今ぐらいから後悔してるよ。もう、あ、すごいな。でも、別格から消えるまではちゃんと走ってった。途中で引っ張るかなと思ったけど。え、それ最後？出口？ちょっと待ってよ。車で行けって。着いた？楽な仕事やな俺。あ、暗くなった。聞こえる？うん、めっちゃ聞こえる。あ、うん。距離感ないね。なんていうか、聞こえる？うん、トンネルの分なおさらむしろ響くね、声が大きくなって。あ、だいぶ聞こえるわ。聞こえる？うん、めっちゃ聞こえる。皆さんさ、すぐそばにマイクがおるって感じ。うん、こっちも多分マイクで拾えてるぐらいには。え？そんな機能いらないでしょ、だってトンネルに。でも、めちゃくちゃ電話のように聞こえるよ。ああ、じゃあやっぱこっちに誰かいた説なのか。広い曲がり方が危険もしてたんだよ、なんか。あのね、アナウンサーみたいにハキハキ喋ってくれないと、言葉と言葉がなんていうの、ミックスされてわからない。めちゃくちゃ聞こえる。なんだこの会話。糸電話ならぬトンネル電話ができてるよ。うん？なんて？音聞こえる。これぐらい聞こえる。めっちゃ聞こえるよ。ああ、え、電気つけて。電気つけてってな、家じゃないんだよ。今その曲がり角。ああ、画角から消えたあたりか。おお。でも分かったらよかったね。ね、結局あの声は何なんだってなってたけど。どっかのあの動画待ってた声が聞こえるって。うんうんうん。でもさ、あれはさ、その今あなたから見て右側のこっち側の壁から声かけられてる。ん？逆かな？わかんないけど。てかさ、要は横からなんだよね、聞こえてるのが。横から聞こえる？これ裏へ付けて。
じいちゃんはんのかっちゃんです。はい、ちびっ。声がクールとかいう検証を今してみました。うん。はい。横から聞こえます、声が。そうなの？はい。十分。皆さん、ここに皆さん壁から声が出るっていう方もいましたけど、うん、今検証して2人で分かれてやってみたんですが、うん、中に入ると横から聞こえる、あ、パン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 ポンって耳に入ってくる。はい。だけど今入ったんだけど、うん、霊はいる、霊はいる、います。うん、あなたに迷惑かけたのが、耳に息を吹きかけたやつはいました。ちょうど真ん中ぐらいの、ちょうど真ん中のぐらいで、うん、このカーブ差し掛かって終わったあたりぐらい。そう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 。だけど声だけは向こうちょっと離れて、あのバックして車入れたところよりもうちょっと向こうで喋っても聞こえるって言ったもん。こっちも聞こえたもん。ああ、うん、まあやっぱじゃあ星のちょっと向こうぐらいから喋ってたらもう十分聞こえる、ストレートに入ってくる声。うん、で横から降って声聞こえるのもあれわからんでもない。ああ。うん。ムイ君が喋ってる声が横からもどっちからでも入ってくる、ちゃんと。すげえ、3D サラウンドだ。そう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 。ですから検証した結果、声はどうだろう、10メーター、15メーター離れてても聞こえる。もし誰かが何か言った、もしくは何かの物音が人の声っぽく聞こえるような感じであればトンネルに反響してして、ストレートに声誰かに、誰かに声かけられたように糸電話で喋ってるような感覚。、うん、糸電話ならずトンネル電話だったよ今日の。そう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 、だから声が聞こえるっていうのはまあそこら辺の釣り人が大きな声でワッハッハってこの前も笑ったやつも、うん、多分ここで反響して向こうに突き抜けて声が聞こえたと思う。だけどこっちから聞こえるのは不思議なんですよ。人が降りられる場所がないっていうのが、橋の向こうから大きな声で喋って初めて聞こえる。こっちも向こうも大きな声聞いて初めて聞こえたって感じだけど、もしもーしっていう声では反応してなかったで、うんうん、あ、いたんだ。だから向こうで行くとあの車が止めるのは大体このぐらいで止めとったので、うん、この辺りでアクティブね今日。走るねえよ。ほんでカーブがあるんや、うん、そのとこからもしもーしって言っても反応、返事がなかったんや。あ、聞こえてないね。もしもーしって言って反応したんや。うんうんうん、うん、だからあそこら辺からここまでから届くって言ったら相当でかい声じゃないと無理。あのアンプリファイア使わなきゃ無理。あの覚醒器、いや、いやーっていう感じ。あ、うん、普通の会話では反応、ムイ君は反応してなかったで、うんうんうん、ちょっとこのなんか声出す感じでいかないと、若い人が興奮して大きな声で喋るって感覚だったら聞こえる、うんうんうん、で少し入ってやると、うん、ストレートに横から入ってくる。こういう風に入ってこない、モワーンって。あ、トンネルのイメージでは聞こえない。へえ、うん、だからうん、やっぱ前のそのどっかの動画でやってて、あ、声が聞こえるっていうのは多分それだと思います、今回の検証だと。あ、うん、だから僕らが聞こえた声も逆に言えばどっかで大きな声を出して聞こえたかもしれないっていうのが仮説だね。確認のしようないもんね。と思います。だけど霊感があるかないかって言えば、霊がおるかいないかって言えばいます、うん、これはもうはっきりと感じてますから僕が今。そうね、あなたが太鼓判を押す。うん、ただ声から言うと、うん、違うと思う。おー、うん、声かけてくるようなタイプじゃないんだ、じゃあここにいる霊は。違うね、ただただ本当に自爆霊っていう感じの。何があった。いや、わかんない。ただ声は違います。かなり離れてても十分にストレートに聞こえます、普通に反響しなしで。ああ、うん、そうね、それはそうだ、確かにこっちもそうですから皆さん、まあ声は聞こえるっていうのはまあ反響でストレートに聞こえた、トンネルではイメージない声が聞こえるということにしときます。しときます。ではじいちゃんはんかっちゃんでした。
またね。なんかいい感じに探索できた。もうなんか前回